お忙しい中ハンドボール男子日本代表水星ジャパンパリ2024オリンピック大会および国際親善試合メンバー発表記者会見にお越しいただきまして誠にありがとうございます、えー、まずは監督スタッフの入場でございます。皆様拍手でお迎えください 日本ハンドボール協会三河鳥義博ハイパフォーマンスディレクターからご挨拶をさせていただきますでは三河鳥ハイパフォーマンスディレクターよろしくお願いいたします、えー、皆さんこんにちはただいま紹介いただきました、えー、ハイパフォーマンスディレクターをしてます三河鳥ですよろしくお願いします、えー、本日は皆様ご多忙の中また足元の悪い中ですね、えー、パリ二2 0二四オリンピック男子日本代表メンバー 記者発表ににしいただき誠にありがとうございます4月から隣にいますオルティカが新監督に就任してですね精力的に動きながら5月の合宿でも彼が来日していたいて選手をしていくまた6月にですね入って初日から彼も来日してですね本当にあの熱い指導を毎日フルタイム行ってきています。 ミーティングに立ってはコーチとアシスタントコーチとゴールキーパーコーチを含めてですね、毎日毎日すごい長い時間ミーティングしながら選手にオルテガイズムをです、ね、落とし込んでいってパレで勝負できる準備を今、しています、その中での発表となりますが発表に関しては彼の方から発表させていただきます。 ニカドリヨシヒロハイパフォーマンスディレクターでしたでは続きまして私の方よりチームスタッフをご紹介させていただきます、えー、名前が呼ばれました方はご起立のほどよろしくお願いいたします日本代表水星ジャパンチームスタッフですまずハイパフォーマンスディレクターニカわどりよしひヘッドコーチカルロス・オルテガアシスタントコーチ ウーゴ・ロペスゴールキーパーコーチアントニパレツキドクター大西晋三トレーナー、島俊也トレーナーの間越博久は本日欠席でございますアナリスト、市村史郎アナリスト、高橋豊樹 チームマネージャー川村陸也以上の面々がチームスタッフでございますさあそれではオルテガ監督よりオリンピックを戦う選手の発表をお願いいたします

杉岡直樹、杉岡直樹選手です。吉田修一、吉田修一選手です。バッチャダンユキ、ベイブアダムユキ選手です。 徳田信之介徳田新之助選手です。渡辺仁。渡辺仁選手です。岡本大輔。岡本大輔選手です。本木浩樹。本木浩樹選手です。 玉川博康選手です。吉野辰樹選手です。藤坂,直樹藤坂直樹選手です。です高野翔太,太選手です。 坂井元貴。坂井元貴選手です。水町孝太郎。水町孝太郎選手です。笠原健也。笠原健也選手です。以上の十七人でございます。皆様拍手でお迎えください。 では、選手どうぞ、ご着席ください。さあそれでは引き続き、オルテガ監督から意気込みをいただきたいと思います。では、オルテガ監督、よろしくお願いいたします。皆さんこ Primero hacer los dos descartes de 19 a 17. Eh, para mí, eh, los 17, es, cuento con los 17 para, para París, aunque el Comité Olímpico eh, nos apremia a vestir 14 jugadores. Eh, estamos negociando fuertemente para poder hacer algún cambio a última hora por decisión técnica. Eh, 僕は、もう、たくさんとてい皆さん、こんにちは。えー、今回、えー、記者会見にお集まりいただき、ありがとうございます。えー、今回の、えー、選考なんですけど、非常に、まあ、個人的にも、まああの、プロとしても非常に難しかった。 まず最初19名、えー、合宿の方に参加していてまずここから2人、えー、切らなければいけない、えー、と17人を選ばなきゃいけないというところでまず非常に難しかったと思っています。で私たちででは、まあ、ここののの難しい選考の後この17名でまずパリに向かって 活動していいきたいと思っていますで今後ですねあのオリンピック委員会等の方は、まあ、14名最終的な登録ということで、まあ、少し交渉していかなければいけない最終の段階で 技術的、まあ、テクニカルなデシジョンということで3名最終的な交代ができるというような方向でオリンピック委員会とは交渉していきたいと思っていますとにかくまあ私今回就任してから時間があまりまずなかったという点本当にあの選手すべてをですね えー、より深く知るには、えー、十分な時間が、まあ、まだまだこの段階では足りないというところもありますので、えーまあ、今後交渉していきたいと思います。まあ、この17人でパリの方には向かって、えー、進めていきたいと思っています。 選手たちにはですね、本当ここまであの非常に精力的に練習に取り組んでいただいて本当に感謝しています。ま皆さんのね質問を受けていた,きたいと思います。よろしくお願いします。はい、オルテガ監督ありがとうございました。そして通訳は武田裕二さんでした。ありがとうございました。 では続きまして選手の皆様から一言ずついただきたいと思います、えー、まず所属チームお名前の後に一言意気込みをお願いいたします、えー、ご起立いただいて、えー、背番号の若い順から参りたいと思いますでははい中村選手からではお願いいたしますこんにちはトヨタ合成ブルーファルコン所属の中村匠です本日はお集まりいただきありがとうございます、えー、僕自身夢のオリンピック選手として 選ばれ内定をもらうことができとても嬉しく思っていますオリンピックでは自分のできる最善を尽くしてベスト8を目指して頑張っていきたいと思いますので応援のほどよろしくお願いいたしますはいありがとうございます中村拓選手でした続いて安平康介選手お願いします、えー、RK バルダール背番号2番、えー、安平康介です、えー、パリオリンピックでは日本人らしいプレーをしてヨーロッパのチームを 一つでも倒したいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて、桜井智也選手お願いします。はい。トヨタ車体ブレイブキングス所属、桜井智也です。えー、今まで、えー、支えてくださった方々への感謝の気持ちを忘れず、えー、全力でプレーしていきます、えー。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて、杉岡直樹選手です。はい、えー。トヨタ車体ブレイブキングス所属、杉岡直樹です。 えー、パリオリンピックではいろいろな方々の思いを背負って責任と覚悟を持って戦いたいと思います応援よろしくお願いしますありがとうございます続きまして吉田周一選手です HBC 南東所属背番号十三番吉田周一です、えー、支えてくださっている方々への感謝を忘れずに全力で戦ってきます応援のほどよろしくお願いしますありがとうございましたでは続きましてベイグ・アダム・ユウキ選手です ジークスター東京所属ベイガーダミユキですパリオリンピックのメンバーに内定したこととても嬉しく思いますここまで支えてきてくださったすべての方々に感謝の気持ちを持って東京五輪での悔しさを晴らせるようにパリオリンピックでしっかり頑張りたいと思います応援よろしくお願いしますはいありがとうございました続きまして徳田信之介選手ですアルドファイル所属背番号十九番徳田信之介です 今まで育ててくれた方々に感謝の気持ちを表現できるような大会にしたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして渡辺仁選手です。トヨタ車体ブレイブキングスの渡辺仁です。東京オリンピックでの悔しい結果とあと今まで育ててくれた恩師や家族を含め皆さんが誇りに思ってもらえるようなプレーをして結果で皆さんに恩返しをしたいと思います。よろしくお願いします。 はいありがとうございました続きまして岡本大輔選手です、えー、トヨタ車体ブレイブキングスの岡本大輔です、えー、メダル獲得に向けて、えー、残りの期間しっかりと、えー、いい準備をして、えー、試合臨みたいと思います応援よろしくお願いしますはいありがとうございます続きまして後列に参ります本木弘樹選手です、えー、ジークスター東京の本木弘樹です えー、ここに来れなかった、えー、2人のためにも、えー、恥,ずかしいしい恥ずかしい試合をしないよう、えー、全力を尽くしていきたいと思います応援よろしくお願いしますはいありがとうございました続きまして玉川博康選手です、えー、ジークスター東京の玉川博康です、えー、お世話になった方々に恩返しできるようにパリでは頑張っていきたいと思います応援よろしくお願いしますはいありがとうございます続きまして吉野辰樹選手です はい、えー、トヨタ支隊、えー、ブレイブキングス所属吉野辰樹です、えー、まあお世話になったすべての方々、えー、そしてここに残れなかったメンバーの分のあの思いも背負って全力で戦っていきたいと思います応援よろしくお願いしますありがとうございました続きまして藤坂直樹選手です、えー、日本体育大学藤坂直樹です。 ハンドボールをえっと始めた時から夢であったオリンピックという舞台で自分の持ち味であるスピードをえっと生かしてチームに貢献できるよう頑張ります応援よろしくお願いしますはいありがとうございます続きまして高野聡太選手ですトヨタ車体ブレイブキング所属高野聡太です、えー、パリオリンピックでは自分の持ちで持ち味であるディフェンスでチームの勝利に貢献したいと思います応援よろしくお願いしますはいありがとうございます。 続きまして酒井元気選手です。えー、大崎電気オーソル所属酒井元気です。え、今回はリザーブとしての、えー、役割なんですが、えー、自分のできることをやって頑張りたいと思います。えー、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして水町幸太郎選手です。豊田合成ブルーファルコン所属水町幸太郎です。えー、自分もリザーブ選手として全力を尽くすして、えー、チームの助けになればいいなと思ってます。応援のほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして。 笠原健也選手です。えっと、ホルドゥンの笠原です。えー、っと、自分のやるべきことに集中してやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。 さあそれではここで質疑応答に移ってまいりたいと思います、えー、ご質問がある方は挙手をお願いいたします、えー、こちらでご指名させていただきましたら会社名とお名前をおっしゃってから質問をお願いいたしますなお一回の指名に対しまして質問は二つまでとさせていただきますのでよろしくお願いいたしますそれではご質問のある方挙手をお願いいたしますはい、では紺色のポロシャツの方男性の方お願いします 沖縄タイムスの小笠原と申ししまます。す。オルテガ監督にお伺いします前回、東京五輪のキャプテンであったアガリエ優ト選手が今回落選したという非常に難しい選出選考だったというふうに伺いますが彼がこのに入れなかった理由がもし分かっていえるのであればお伺いしたいのとこれまでキャプテンとしてチームの柱としてチームに貢献したアガリエ選手にかける言葉があればどんなメッセージがあるかお伝えください。 Bueno, esta pregunta es este la, el jugador Akari este fue descartado este él este jugó este en la Olimpiada de Tokio este como capitán entonces este la selección será muy difícil entonces una pregunta es el, uh, si puede decir este, cuál es la razón que este para descartar a ese hombre y también este hay algún mensaje o una palabra para él mismo. Eh, bueno, sí, a eso me refería cuando he dicho que eh, hay que tomar decisiones profesionales difíciles y, y personales también más complicadas. ¿no? Yuto yo lo conozco de mi primera etapa con Japón allá por el 2016-2017. Eh, como sabéis, era el capitán y demás pero eh, yo tengo que buscar lo que pienso que es mejor para el equipo nacional de Japón en este caso ¿no? eh, hemos estado viendo los partidos siguiendo los partidos de liga los playoffs y sobre todo los entrenamientos esta semana y me he decantado por decisiones técnicas por otros jugadores o por otro jugador 最初にもお話ししましたけど今回の選考というのは非常に本当個人的にもプロとしても非常に難しかったと思っています実際ですね2016年17年前回日本代表監督を受けた時から彼のことは知っていますし今回もですねこれまでもキャプテンとして えーとプレーしててくれていたと思っていますでただ、やはりどうしてもですね、えー、と選ばなきゃいけないというところで、まあ、チームのことを最善に考えた上で、えで、ーまあ、リーグの試合であったりプレーオフの試合それから今回の強化合宿の中での練習の様子を見て最終的に決断しました。<laughs> とにかく彼にはですね、えーとまあ、スポーツということは、まあ、こういうこともある。えーまあ、今後も、ねえー、引き続き、ね、しっかり戦っていってほしいと思っています。えー、監督に改めて、えー、パリ五輪での目標をお伺いしたいと思います。あのえー que quieren tener este en este Juegos Olímpicos de París. Bueno, yo creo que, hay que ser, tenemos que ser, no podemos vender humo, no, hay que ser realista. Creo que eh, nuestra ilusión es acercar el, el balonmano japonés, el balonmano asiático, lo, lo más posible al balonmano europeo. Eh, hay una distancia, un escalón muy alto. Eh, eh, pero nosotros queremos eh, competir, tratar de competir todos los partidos. Sabemos que es muy difícil, nos tienen que salir todas las cosas y, 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 no, y por supuesto no descartamos competir e intentar sacar algún partido, pero sabemos de la dificultad. ¿no? Eh, esta Olimpiada todavía eh, es aún más difícil porque todos los equipos son europeos, menos Japón, Asiático y Argentina, que está en el otro grupo. ¿no? Con lo cual nos encontramos con 10 eh, de 12 equipos europeos que están a, a, a día de hoy lejos de nuestro alcance, pero eh, nosotros eh, queremos tratar de competir, vamos a preparar todos los partidos como si fueran finales y, y a ver eh, si podemos eh, sorprender a algún rival. まあ今回本当にオリンピックというのは非常にどの試合も、まあ、どの相手も難しい相手な試合ですし相手になると思っています実際まああのオリンピックは他の大会よりもかなり厳しいと思っています実際出場国の12チームのうちアルゼンチン日本以外は基本的にヨーロッパということでどの試合も難しくなってくると。 でまあ、ただ、ここからですね、えーとまあ、日本またはアジアのハンドボールがですねヨーロッパのハンドボールのレベルに近づけるよう、えー、最大限、またここから練習もしていきますし、えー、実際、全、えー、試合ですね、えー、とにかく戦うとしっかり戦うそしてできればですね、えー、と相手をですねライバルを驚かせたいと思っています。<music> y medallas y demás y, y otra cuando no tienes cuando el alcance de las medallas es una es prácticamente un sueño el conseguir que tu equipo lo de todo y, y se deje hasta la última gota de sudor en la pista eh, y sales satisfecho de los partidos eso es otra manera de ganar y eso tenemos que conseguir siempre en todos los partidos. De, ¿sí? ますまず1つはやはりですねまずタイトルまたはメダルを目指すこれが1つのまず大きな目標になるのかなと思っていますまた2つ目の目標としてはもしそのメダルに届かないことがあったとしてもですね最後の,あの汗一滴まで目一杯その試合を叩き戦い最終的に満足を自分たちの満足を得るこれがまず一もう一つのスポーツにおいての大きな目標になるかと思っています。 えと安良選手と吉田選手にあのそれぞれちょっとお一つずつお伺いしたくてやはり、あのーまあ、大会も近づいてきてでただ一方でこう監督が、あのー、オルテガーさんに変わってからあの急ピッチで、まあ、チーム作りをです、ね、あのあた新たに進めてきていると思うんですけどもここまでのこう手応えと改めてそのパリに向けてどう戦っていきたいかっていう選手目線でちょっとあの意気込みをお願いしたいです。 でででは安平選手かからお願いできますでしょうかマイク、今後ろからマイクリレーがなされております、えー、いきなり監督が変わったことにはびっくりしているんですけど、えっと、自分はスペインのハンドボールが好きなので今の練習に関しては満足いってますし細かい部分を教えてくれているので。 まあ、なて言うんだろう。もっとコミュニケーションを取っていたら。いいチームに仕上がるんじゃないかなと思っています。以上です。はい、では吉田選手お願いします。はい、えー、そうですね。僕も、え、監督が変わって、まあ、びっくりはします。ですが、まあ。先ほど彼も言ったように、スペイン。のハンドボールはやはり、あの、戦術的にも緻密で。 えっとすごいあの戦術的に優れていると思うので、やっぱ彼の、えー、オルテガ監督のやっぱ体現したようなハンドボールを僕たちはするだけだと思っています。えー、はい。以上です。はい、ありがとうございます。大丈夫でしょうか。はい。その他ご質問があるメディアの方いらっしゃいますでしょうか。いかがでしょう。はい。ではそちらの長袖のブルーのシャツの方お願いいたします。 まずはあの選手の皆さん、代表内定おめでとうございます。本大会での活躍期待しております。テレビ東京の中川と申します。監督に伺います。まず、あのオリンピック本大会での目標を達成するために。日本のどんな強みを発揮していけば、それが実現できると。思っていらっしゃるでしょうか。それをお伺いしてください。マロン、プレグンタイエーステパラ。パラパサレセラプリメアロンダ。 Este, ¿Qué ventaja o qué, qué, qué es lo bueno de Japón que tenemos que mostrar en los partidos? Bueno, eh, para empezar, yo hubiera, yo hubiera, para intentar sorprender a algún equipo, hubiera preferido otro calendario, eh, pero creo que el jugador, ya lo ha manifestado varias veces, creo que el jugador japonés es rápido, estamos intentando jugar rápido pese a que en estos Juegos Olímpicos solo se, senta, se vestirán 14 cada partido, eh, normalmente, como sabéis, se viste 16 y, puede, y da lugar a más cambios y puedes meter mayor intensidad, pero nuestra mayor arma tiene que ser la velocidad, eh, luego no tener prisa en ataque posicional, eh, jugar ataques largos y... Y para jugar con velocidad no solo podemos, tenemos que hacer goles de contragol, tenemos que hacer goles robando balones y defendiendo bien, parando la portería. Entonces estamos también poniendo mucho énfasis en, nuestro, en nuestra defensa. まあ今回です、ねえー、とオリンピックの方日程的にかなり厳しいと思っています。そしてです、ねまあ、通常、国際大会ですと16名登録というのがほとんど多いんですけども、まあ、今回、オリンピックに関しては14名しかいないということで、まあ、インテンシティの面でも非常にあの高いことになってくるかと思います。ただ日本のやはり強みというのはまず速さ,速さですので、まあ、この14人しか登録できないそれからこの過密日程という中で、まあ、どれだけ走れるか。 攻撃面においてもですねまたはディフェンス面においてもしっかりボールを奪いに行くそういうことができるかどうかっていうのをこれが重要なところになってくるかと思っています 2>, 2つ目の質問も監督にお願いいたしますそういったチーム作りをする上で今度のフェロー初当選はどんな位置づけどんなことを選手に求めていきますか Entonces, este para preparación para Olimpiadas, eh, bueno, en los próximos este dos partidos con este Feroz, eh, ¿qué quieren que muestren nuestros jugadores? Bueno, Feroz eh, es un equipo que suele jugar con siete jugadores. No sé qué planteamiento va a tener aquí. De jugar así, la verdad que bueno, pues no es una cosa que nos vamos a encontrar eh, con toda seguridad contra nosotros en los Juegos Olímpicos. Eh, de todas formas, nosotros tenemos que mostrar ya señales de identidad de eh, defensa agresiva, que trata de buscar el balón siempre, que trata de, de que el, el rival cometa errores y, y, luego, y luego tratar de, de jugar siempre rápido en primera, segunda y tercera oleada de contraataque, ¿no? como te he dicho anteriormente. Eh, es una selección... Eh, que ya ha disputado grandes torneos en, en Europa, pese a ser una isla con pocos habitantes, eh, ha salido, tiene cuatro, cinco jugadores, tres, cuatro jugadores de grandísimo nivel. Y, y bueno, m, veremos a ver qué lo que le plantean, pero nosotros, Japón tiene que mostrar las señas de identidades que, que he dicho con anteriormente. Ah, Feroz Soto のチームですので、まあ、その辺のところをまずしっかりまず戦っていきたいかなと思っています。それからですね、まあ、日本の選手たちにま期待しているっていうのはやはりまずアグレッシブなディフェンス、まあこの辺ですね。まあ、ボールを奪ったり、またはえっと相手の攻撃側のミスを誘うようなディフェンス、こういうものを求めていきたい。それから攻撃面においてはやはりえっと早い速攻ですね。 えまあそのとく速攻の中での速さというものを求めていきたいと思います。で、まあフェロー諸島っていうのはですね、本当非常に人口が少ないあの国なんですけども、えー、実質今三名から四名ぐらいの選手がかなり高いレベルの選手であるというふうに理解しています。ありがとうございます。フリーランスの武藤と申します。よろしくお願いします。本日おめでとうございます。えっ、ー、と皆さんが選ばれたそれぞれ全員の方、えー、理由。 あるいはパワーポイントここは負けないというところを教えてください皆さんに伺いたいと思います例えば吉野選手だったらハーフからシュートを打てるとかそういう話をぜひお願いいたしますでは中村選手からお願いします、えー、ありがとうございます僕の、えー、いいところは多分最後までボールを見ているところだと思うのでその他の3人他の2人のキーパーに負けないところは最後までボールを見て判断するってところは、えー、強みなんじゃないかなと思います以上です はい、では安井田選手お願いします。はい、えー、自分の、えー、と持ち味は、えっ、ー、とゲームコントロールの部分をが、まあ、誰にも負けていないかなとは思っています。以上です。はい、ありがとうございます。桜井選手お願いします。はい、えー、自分の持ち味はドロクサクアグレッシブなディフェンスだと思っているので、えー、試合のどんな場面でもチームのために、えー、足を動かしてハードワークしたいと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。 杉岡選手、お願いします、はいえー。さっきほどもオルティア監督が日本の強みとして挙げられていたスピードというところで、まあ、60分間コート上で誰よりも速く走ることが僕の仕事、役割なんじゃないかなと考えていいいままます。す。す。ありがとうございますでは吉田選手、お願しフィジカルを使ってディフェンスでは1対1を守ったり、えー、横との連係をしっかりとって守ったりするのが強みだと思っています。 オフェンスに関しては、やはりヨーロッパの選手に負けないようにフィジカルも鍛えていますし、フィジカルでヨーロッパ選手を圧倒できるのではないかと思います。これからの課題としては、やはりあの日本人の選手はやはりスピードが速いので、そのスピードについていけるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。吉田選手はムードメーカーでもありますね。ベイク選手お願いします。はい、えー、僕は遠い位置から打つシュートが、えー、一つ武器かなと思ってます。ディフェンスでは 真ん中と2枚目と、えー、アグレッシブにアグレッシブに自分のサイズで、えー、しっかり動くことでチームの助けになれるんじゃないかなと思ってます。そこを頑張りたいです。はい、ありがとうございます。シュートスピードめちゃめちゃ早いです。はい、では徳田選手お願いします。はい、僕の持ち味は、えー、早いタイミングでのシュートだと思っています。えー、チームが苦しい場面でここを1点欲しいという場面で得点が取れるように頑張っていきたいと思います。 はい、ありがとうございます。徳田選手もね、海外で腕を磨いてらっしゃいます。はい、では渡辺選手お願いします。はい、えー、オリンピックのメンバーが、えー、14人ということなので、えー、まあ、右バック、右サイドと2ポジションできるっていうのが、ま自分の強みでもありますし、あとは、えー、まあ、所属チームでもそうですし、そのフィジカルに特化したプレーが、えー、僕の強みかなと思います。はい、ありがとうございます。年々進化を遂げていらっしゃいます渡辺選手です。はい、では小松選手お願いします。 はい、えー、僕の強みなんですけど、えー、柔軟性がまあ、他の2人より多分あって、で足もま高く上がるので、えー、ヨーロッパの選手のようなセービングができるというのが僕の強みだと思います。はい、ありがとうございます。手で届きそうなところも足で取るという岡本選手です。はい、では元木選手お願いします。はい、えー、僕の強みは。 誰よりも全力で戦うところです。よろしくお願いします。はい、以前プロフィールにどこでも点を決められるということを挙げていらっしゃいました。玉川選手です。はい、えっと僕の強みは大きさを生かしてまあ、キーパーの助けならシャットを上げたり、あと速攻走るのが好きなので、全力で走って、その監督が目指しているハンドボールを体現できるように頑張ります。すはい、ありがとうございます。唯一の身長2メートルですね。はい、では吉野選手お願いします。 はいえーまあ、あのプレーオフからはハーフで打つことはもうないんですけど、あのー、最近、オルテガ監督にもあの素晴らしい1対1を持っているねと褒めてもらえたので、えー、外人相手にも1対1どんどん抜いていきたいなと思いい、いまます。す、はい。はありがとうございますあのプレーオフの時よりもこう頬が締まった感じがありますね、さらに。 はい、ありがとうございます。では、藤坂選手お願いします。はい、ええー、と僕のえっ、ー、と持ち味はえっ、ー、とスピードのある1対1で、えー、だと思っています。えっ、ー、と外国人相手にえっ、ー、と小柄なんですけど、えっ、ー、と間を割っていけるようなえっ、ー、とプレーをしていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。昨年のパリサンジェルマン戦でも大活躍でした。 はいでは高野選手お願いします自分の持ち味はオフェンスでは複数のポジションができるというところとディフェンスではアグレッシブなディフェンスができるというところですはい、はい、ありがとうございます得点力が非常に強く高くなった高野選手ですでは酒井選手お願いします自分の強みはやっぱまあ日本人内は大きさがあるっていうことは自分の強みだと思ってますはいありがとうございますでは水町選手お願いします 自分の強みとしては緩急のある1対1とあとはまあ広いスペースで <laughs> オフェンスを完結できる、えー、的確な判断だと思ってます、はいありがとうございます海外で、ね、武者修行されていらっしゃいましたでは笠原選手最後お願いします。えっと僕は、えっと、みんなにケアグッズを貸したりお風呂で話したり、えっと、ジムに一緒に行ったりしてみんなのコンディションに貢献ししていいまます。す。す。ありがとうございます癒し系の笠原選手ですありがとうございました。 はいといったところで話題は尽きないんですけれどもこちらで申し訳ありませんけれども時間となりますので、えー、質問を終了させていただきます。えー、申しし訳あありりまません、えー、選手の皆様ありがとうございました